揚げもすぐに買いに行けるよ、アキちゃん。きなこ餅とアイスが絡んで絶妙やな、これ。お、きりたんぽ。おお。豆餅と甘酒です。どうも。ああ、ソースの香りが。しぐれ焼き、イワシの削り節とウスターソースでさっぱり、肉かすともちもちした太麺のおかげで。ふわー、それはナスの丸焼き。お次はジャガイモ。次はアボカドの丸焼き。そんなに簡単なんだ。できた。食べてしまっていいんですか。粒ごとニンニクと長芋が。お値段のアクアパッツァパスタの出来上がり。うますぎるだろう。お頭も炭火焼きにしたから食べてみてね。お、海を眺めながら朝からお刺身。その屋台で出される料理こそ。Happy birthday to you。 中身はホットケーキだけどね。お酒に合うおつまみもありますよ。このエビとトマトのリゾットすっごく美味しいよ。さらにこのエクストラエビソースをかけて食べると。はい、インスタントだけど伊勢エビの。 Happy birthday to you。 中身はホットケーキだけどね。お酒に合うおつまみもありますよ。このエビとトマトのリゾットすっごく美味しいよ。さらにこのエクストラエビソースをかけて食べると。はい、インスタントだけど伊勢エビの出汁入り抹茶ティラミスと緑茶セットです。これはあれだ、飲む入浴だ。年越しそばはこれで簡単に。鴨だしなめこそば、きます。じゃあ私は湯葉で。できませんでした。きなこ餅とアイスが絡んで絶妙やな、これ。お、きりたんぽ。おお。豆餅と甘酒です。どうも。あー、ソースの香りが。しぐれ焼き、イワシの削り節とウスターソースでさっぱり、肉かすともちもちした太麺のおかげで。ふわふわ。それはナスの丸焼き。お次はジャガイモ。
次はアボカドの丸焼き。そんなに簡単なんだ。できた。食べてしまっていいんですか。粒ごとニンニクと長芋が。セダのアクアパッツァパスタの出来上がり。うますぎるだろう。お頭も炭火焼きにしたから食べてみてね。おー、海を眺めながら朝からお刺身。その屋台で出される料理こそ。Happy birthday to you。 中身はホットケーキだけどね。お酒に合うおつまみもありますよ。このエビとトマトのリゾットすっごく美味しいよ。さらにこのエクストラエビソースをかけて食べると。はい、インスタントだけど伊勢エビの出汁入り味噌汁。いただきます。抹茶ティラミスと緑茶セットです。これはあれだ、飲む入浴だ。年越しそばはこれで簡単に。鴨だしなめこそば、いただきます。じゃあ私は湯葉で。できませんでした。しぐれ焼き、イワシの削り節とウスターソースでさっぱり。肉かすともちもちした太麺のおかげで。ほうほう、それはナスの丸焼き。お次はジャガイモ。次はアボカドの丸焼き。そんなに簡単なんだ。しまっていいんですか。粒ごとニンニクと長芋が。セダのアクアパッツァパスタの出来上がり。うますぎるだろう。お頭も炭火焼きにしたから食べてみてね。おお、海を眺めながら朝からお刺身。その屋台で出される料理こそ。ハッピーバースデートゥーユー。中身はホットケーキだけどね。お酒に合うおつまみもありますよ。このエビとトマトのリゾットすっごく美味しいよ。さらにこのエクストラエビソースをかけて食べると。はい、インスタントだけど伊勢エビの出汁入り味噌汁。おー、お頭好きだ。
こ餅とアイスが絡んで絶妙やな、これ。お、ギリタンポ。おお。豆餅と甘酒です。どうも。ああ、ソースの香りが。しぐれ焼き。イワシの削り節とウスターソースでさっぱり肉かすともちもちした太麺のおかげで。それはナスの丸焼き。お次はジャガイモ。次はアボカドの丸焼き。そんなに簡単なんだ。できた。食べてしまっていいんですか。粒ごとニンニクと長芋が。セダのアクアパッツァパスタの出来上がり。うますぎるだろう。お頭も炭火焼きにしたから食べてみてね。お、海を眺めながら朝からお刺身。その屋台で出される料理こそ。Happy birthday to you。 中身はホットケーキだけどね。お酒に合うおつまみもありますよ。このエビとトマトのリゾットすっごく美味しいよ。さらにこのエクストラエビソースをかけて食べると。